こんにちは。英国バッチ財団登録プラクティショナーの花輪君子です。 SQ レメディを使った事例をご紹介しています。今回は私自身の事例になります。もう今から10年以上前のお話になってしまうんですが、当時アロマセラピストの勉強をしていた時のお話です。とっても難しい国際資格を取るっていう時の試験なんですが、とっても私は緊張してました。ほとんど地に足がついていないぐらいの状態で試験に臨んだんですが、本当にもう気持ちが動転するというのはああいう状態なんですね。というのも大切な問題を見落としてしまって、実は65点以上が合格という、その試験を64点で再試験になってしまったという、こんな経験があります。その時の私は本当にショックで、不合格という知らせに悲鳴を上げるほどのショックを受けました。その当時はまだ私はバチフラーレメディを勉強していなかったので、本当に効果があるのかなとか、こんなの本当に変化するのかなとか、そんな疑いの気持ちを持っていたんです。実は当時すでにレスキューレメディというものは手元に持っていたんですが、あまりその反応に自分自身が確信を持っていなかったので、引き出しの奥にしまってあったんですね。だけどもこういう時は藁をもすがるという言葉通り、あれを使ってみようと思って、私は次回の再試験の際にレスキューレメディを使って臨みました。試験の前から飲み出したのはもちろん、ペットボトルの中にレスキューレメディを入れて試験会場にも持ってきました。そしてそれを飲みながら試験に臨んだんです。すると嘘のように気持ちが落ち着いて、前回不合格の時は見直しをする時間さえなかった試験なんですが、なんと時間が1時間も余ってしまうということが起きました。とても落ち着いて問題を解くことができたので、時間も余り何度も見直しもしたということから、私は再試験で98点を取って合格することができたんです。この時私は初めて精神状態が結果に与える影響というのがこれほど大きなものかということを実感し、心のケア、バチフラーレメディに強く関心を惹かれたという出来事でした。入学試験をこれから迎える方、お子さんがこれから大切な試験を迎える方、緊張しているかしてないかでこれほど大きな結果が出てしまいます。この試験結果によってもしかしたら人生が変わってしまうということもあり得るかもしれない。大切な試験に臨まれる方、ぜひレスキューレメディを使ってストレスを抑えていただければなと思います。ご検討お祈りしております。この動画を見てバッチフラワーレメディにご興味を持ってくださった方は、動画セミナーをはじめ各種講座、レメディの販売、カウンセリングなどをさせていただいておりますので、ビオネットまでお問い合わせください。